は参政党の3つの柱について私がまず20分くらいお話をさせていただきます。その後に神谷さんが公正会の演説をする予定です。参政党には3つの柱というのがあります。1つが教育、そして食と健康、そして国守るという事柄なんです。そしてこの教育については様々な視点、見方があるんですけど、2つお話をさせてください。一つが子どものための教育、これが偏差値を重視する教育からやはり個性を伸ばす、個人を伸ばす、個性を伸ばすという教育、こういう考え方が必要だと思います。そしてもう一つが実は社会人の教育という考え方があります。どういうことかというと、我々は学校に関わってしまう、Thank you.